エレファスゾウカブトは、昆虫甲甲虫目カブトムシアカに分類されるカブトムシ。ゾウカブト属の代表種であり、単にゾウカブトと呼ぶ場合、この種を指すことが多い。世界一体重が重いカブトムシとして有名。エレファスはゾウを意味する。オスの体長は70から1 2 0トル前後が多く、小型個体でも日本のカブトムシ並みとなる。 飼育下では1 3 0ト、mm、ルを超えた個体も報告されている。世界で最も体重が重いカブトムシとして知られ、約5 0ムにも達する。また、本種はメスも大きく、体長8 0ト、mm、ルを超えるものもある。体の割に角は小さい。金色のビロード状の体毛が全身に生えており、黄土色をしているが、この毛は時間とともにすれて抜け落ちる。 角が短いため体調では、ヘラクレスオオカブトに劣るものの、体重と体全体の大きさでは、本種の型が勝る。足がとても長く、木にしがみつく力も非常に強い。細い枝にも器用につかまって移動でき、太い幹ではその力でしっかりとしがみつき、つかまったら離れないほどになる。その力は全てのカブトムシので一番とも言われる。そのため、 人の手に乗せるのは皮膚が破れて出血を伴う怪我をすることがあり大変危険である。メキシコゾウカブトは独立種とすることが多いがアッシュとする場合もある。エレファスゾウカブトよりもやや小柄で左右の胸部の角がまっすぐ伸び色が少し白っぽいのが特徴。熱帯ウギンに生息するため周温度が低くても最維時,時に体温を維持することができる。巨体の割には おとなしい性格をしている。メスは普及した木の中や地面に散乱する。幼虫は普及した木で生育する。幼虫期間が非常に長く、成虫になるまでにから3年ほどかかる。成虫の平均寿命は短く、約1から3ヶ月ほどである。成虫は主に樹液を食べるが、パイナップルなどの果実を摂取することもある。本種はメキシコ南部、中央アメリカ。 南アメリカの熱帯雨林に生息する。現地では夜間に水銀島の光に飛来し、水銀島に衝突して割る事故が起こることがある。熱帯雨林の破壊により近年は個体数が減少しており、絶滅が危惧される。コスタリカ、ニカラグアなど中央アメリカの一部の国では、オスの角で装飾されたチャームネックレスが販売されており、問題となっている。ありがとうございます。